小音の練習の後半です。前半に比べると難しいテクニックがほとんど出てきません。他に気をつけることがあったのは、上のメロディーと下のメロディーの対比を気をつけながらいくんだというふうに思います。左手だけで全部止めます。ございます。ここも左手で止めます。この歯のシャープの層、これを3に取るフロアウンド、私はあえて出した方がいいですよ。ございます。小さいことなんですけど、上から2、4、5段目の2小節目、シの音がありますね。これは止めなければ伸びているはずなんですが、 あっても実際には聞こえないので止めなくていいと思います。低音源ほどパワーがあって、伸びていることが分かります。高音源ほどパワーがないので、すぐに減衰しまして、例えば1弦なんかのミの音があって、次の和音があって1弦の音を伸びてるわけですけれども、現実問題として止める必要はない、そういう場合もあると思います。音楽というのは実際どうなるかということが重要なので、必要がなければ無理してやる必要はない、私はそう思います。それから最初からもう一回弾きますけれども、昨日言い忘れました、左のページの下から3段目の、ちょっと弾いてみますと、しかし上の音を四分音符として考えますと離さないですね。次の音が弾くまで、次の低音のレを弾くまで離さないで、ちょっと次のこのレのシャープを取るのは大変ですね。ここで移動してここで弾きますと、やるのが多分、統一した考え方、なぜならば他のところの同じパターンのところは8分音符ですけども、4分音符として音が伸びてるんですから、それを踏襲しようとすると、ここもそういうふうに弾くのが正しいんだろうというふうにも言います、まあ、大変だったらやらなくてもいいと思います、では続けて1回弾きます。練習しないと難しい。
Thank you.